選手の映像はご覧ください。1回見たんですけど、もうちょっと見ようかなっていう感じですね。印象はどんな感じですか？すいません、マッサージしてもらいながら見てたので、まだそこまで深い感じはないんですけど、だから柴田君とかとやってる試合を 見た限りでは、なんかでかいなっていうのはありますね。その数字で言ってもやっぱり身長も10センチ近く、体重も10キロ以上違ったりとかするので、一応88キロっていう契約ではあるんですけど、前日計量なので当日は多分戻ってると思うので、その辺をどうしようかなっていう感じですね。勝負のポイントはどういうところになるかな？ポイントはちょっと始まってみないとわからないですね。桜庭さんが一番警戒してるのは、その体格差っていう、一番ってわけで、まあ、技術もありますけども、やっぱりその体格差っていうのはだいぶ、さっきもインタビューとかで答えたんですけども、ちょっと3キロ違うとだいぶ小さい方の方がだいぶ体力を使ってパワーも違ったりとか、そうすると今度スタミナが落ちてきたりとか、そういうのもあるので、そういう部分をどうこうごまかしながら、ごまかすっていうのもあれですけど、どういうふうにやっていこうかなっていう感じの試合中とか考えないといけないと思うので、その辺だと思います。ちなみに今日来てますよね、ハレク君。見ました？でかいですよね。大きいですね。桜選手は何キロぐらいですか？僕普段85前後ですね。特に冷やしたりせずそのまま体重で。そうですね、ちょっとなるべくちょっと多めにご飯食ったりとかして、まあ1キロぐらい増えたりとかはなってると思うんですけど、また明日測ってみてとか、当日の朝測るのと今の状況と違うのでちょっと分かんないですけど、普段は85前後ぐらいフラフラしてますね。多くて87とか、少ないと84とか4キロぐらいとかですね。相手の若さってのは気になりますか？若さは特に気にならないですね。あと去年の10月以来の試合になりますけども、はい、試合に向けてのコンディションっていうのはいかがでしょうか？まあまあ普通に、特に大きい怪我もなく、まあ、小さいなんかそういうのはありますけども、大きい怪我もなく、まあ普通な感じです。相手がブレイシーというところは、桜庭さんは意識されてますか？いや、特には全然意識しないですね。他にご質問よろしいでしょうか？はい、お願いします。はい、僕質問していいですか？パソコンはアップルいいですかね？そこにアップル2つあるんでね。いいですか？いいと思います。アップルの人半分ぐらいいますね。迷いますねこれ。Windows じゃあアナログの手書きメモ。あ、手書きはいないですね。あ、わかりました。すいません、ありがとうございます。